キュン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 。色持ちルージュで恋も長持ち。それは濃い色に染め上げる、スケイロティントな生レアルージュ。メルティルミナスルージュにティントタイプ出たよ。可愛いに出会える。キャンメイク東京。こんにちは、小芝風花です。キャンメイクは今年で35周年を迎えます。おめでとうございます。35周年の記念すべき最初のテレビ CM の撮影をしています。行ってきます。とろけるような乗り心地の生レアルージュ、メルティルミナスルージュから透け感のあるティントタイプ登場です。メルティルミナスルージュといえば恋恋ルージュ。今回の CM テーマも恋ということで、恋する女の子を演じたいと思います。今回の CM は好きな人を思いながら恋の教科書を読んでるシーンから始まります。導かれるようにリップを塗ると世界が恋色に変わって染まっていくっていうストーリーになっております。ティントには染めるっていう意味もあるそうで、セットも可愛い恋色に染まっていくんです。恋をしてウキウキする気持ちを表現しました。このハートがすごく可愛くて好きです。女の子好きですよね、きっと。 CM でつけてるのは T02、 使いやすいピンクベージュの色になってます。透け感があって重ね付けしたの色もちゃんとついて、スルスルと塗るだけで可愛く発色してくれるので大好きです。結構淡い感じするのにティントなので長持ちするっていうのが、これ本当にいいなって思いました。恋も長持ち？クリーミータッチライナー02です。クリーミータッチライナーは本当に芯が柔らかくて、ちょっと描いただけで色味が出てくれるんです。で、02の色味は根元を引き締めながらもすごく柔らかく色を出すことができるので、すごくおすすめです。メルティルミナスルージュティントタイプはどの色も本当に可愛くて、つけるとときめきを運んでくれるリップです。透け感があって使いやすい色味なので、皆さんもぜひお気に入りのカラーを見つけてください。恋する皆さんがリップをつけてもっともっと輝きますように。それでは新しい CM どうぞ。色持ちルージュで恋も長持ち。それは濃い色に染め上げる、スケイロティントな生レアルージュ。メルティルミナスルージュにティントタイプ出たよ。可愛いに出会える。キャンメイク東京。